共産主義労働者党は日本の震災翼党派の一つ。1966年に設立され、1971年に分裂した。1966年11月、構え改め派系とソ連派系が統一して結成された。決闘当初はベフヘーと密接な関係があり、共労党に党籍を置きながら、ベフヘーに参加したメンバーとしては飯田桃ももや吉川。 雄一、栗原幸男武藤一洋、花咲公平らがいる。この点について、共労党学生組織のプロレタリア学生同盟に属していた岡留康則は共労党のマヌーバ戦略であったとしている。プロ学道には他に、笠西清志や亀和田岳志らがおり、法政大学を拠点としていた。その後九州、岡山、京都、大阪。 愛知などで活動を展開していたが、70年安保闘争の総括をめぐり、党内で対立が激化し、1971年12月に、共労党は以下の3派に分裂し、解体した。プロ側派の青年組織となっていたプロアオドは1978年3月26日、成田闘争において、第4ミンターや共産党選挙派と赤ヘル3派を組んで、 完政党を選挙、成田空港の開港を延期させた。議会政治には、原発いらない人々や、平和、市民などを通じて関わった。1996年、プロ側派は、自治、連帯、エコロジーを目指す政治グループ、創生に、会商、虹と、緑や緑の会議、緑の未来、緑の党、グリーンズジャパンに、 白川や宮部明などの役員を出していた。プロアオドウ、ゲバヘルトモロー党の学生組織は当初、日本共産党から脱党した、滋賀吉シらが結成した、ソ連派の組織、日本の声の学生組織、民主主義学生同盟内の左派によって構成されており、1968年3月より、共労党参加の学生組織として学生は、 民学道の白色のヘルメットを用いていたが、後に構え改め派の緑色に変更している。1969年3月プロ学道結成に、伴い新たに緑地に、白地のプロ学道と描かれたヘルメットを用いた。1970年1月19日、共労党は、帰還し、統一において、革命戦士の共通の色を赤ヘルにと題し、 かつての運動の総括を踏まえより先鋭的な運動継続の意思表明として、総反乱の時代であり、それを象徴するものとして戦う者の,の共通の色、赤色と規定し、プロ学童はヘルメットの色を赤色に変更した。一説には、1969年11月16日から17日にかけて行われた佐藤首相訪米阻止闘争をいわゆる11月決戦。 の際、大阪の奥義町公園での統一集会から、街頭に出たプロ学童の突撃隊が機動隊と、正面からぶつかりプロ学童に所属していた岡山大生の加須谷隆が死亡したためその後、プロ学童内では追悼の意味を込めて、赤色に変更したとされる。ありがとうございます。